はい、ってことでね、あの、中島さん、いやいや、大失敗です。最初からバレてた。おい、エグチ、もう全然、あんだけ段取りして大阪帰らんと川場まで来たやぞようこそ、やるぞ群馬やぞ、群馬県に、はい、すごいな、もう、ね、やっぱ、分かるんですね、初心者と、うん、その、うん、ちょっとやってる人はすごいですね、うん、じゃあ、せっかくなんで、はい、ちょっと、まあ、ドッキリはこれで終わりにして、はい、プロの、はい、滑り、2人をお祈りします。お生徒さんと、はい、山ちゃんと、はい、あのまだ山ちゃんの手なの。いや、でも、あの、山ちゃん、中島さんで滑ってください、はいはい、上から下まで。そうですね、いいですかね。なんか、オープンしたんで、まだ見てない。そうですね、ちょっと、もうトップトゥーボトムを、高橋レオンのトップトゥーボトムを、川場のトップトゥーボトムを、何キロぐらい滑れるの。結構、おもろいっすよ、普通におもろいっすよ。そう、すごいね。もう途中、撮影やめて、カウダー作りたいなって思ったの。あれ、朝行ってないです、まだ1本目なんですよ、さっきのが。楽しみですね。じゃあ、お願いします。お願いします。じゃあ、行ってみましょう。初カーバー、そうですね。じゃあ、レオさんメインで撮ってるんで、中島さん、あ、山ちゃんちょろちょろ行きましょう。はい、ガチのやつ来るで。
レール行って、はい、レール行って、はい、レールレール一番難易度の高いルート、はい、レールサイドインレール、はい、お願いします。いきまーす。バカうまい。お疲れ様でーす。お疲れ様。川場すごいわ。川場おもろいっしょ。川場やばい。リード川場。群馬。リード群馬。去年から川場スキー場の方で高橋亮パーク&グラトリスクールっていうのをやってるんで、まあ、あのやったことない人とかやり方わかんないなって人とかはまずやり方知るとこから入ってもらえれば楽しみに幅広がると思うんで、まあ、あと特に川場スキー場は地形がすごいあの豊富なので、地形の滑り方覚えるだけでもあのいろんなスノーボードの技術につながっていくんで、毎日営業しますんでよかったら来てください。絶対行った方がいい。俺が行こうってなってるもん。そうやね。俺も近かったらほんまにちょっとレオ君ボックスとか教えてくださいよって、関西からなかなか遠いから行きにくいけど、ね、俺は。あ、でも4日間かかるからね。そうだ、歩いたら4日間かかる。歩かんで。でもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあぜひ、はい、の方に来てください。お疲れ様でーす。